ベルカは、ロシア連邦の VV1 ホミーロフ記念機器製作科学研究所が開発した航空機用のアクティブフェーズドアレイレーダーでス、スマイナス57に搭載される。形式は、N-036。名称は、ロシア語で、リスを意味する。製造は、リャザン国家機器製造工場が担っている。本レーダーの生産にあたっては60億ルーブルが、工場の近代化に割り当てられた。 ベルカは S-35 うに開発されたイールビスの技術を元とした8から1 2ヘルツの周波数帯を使用する X バンドレーダーで敵レーダー波を正面に送り返すのを防ぐために15度で髪型に傾けて取り付けられた7 9 0トルの大きさのフロントアレイ2552個のヒカガリウム製 T-R モジュールが備えられている。ベルカのうち N036 から1から01は 400km 先の8目標と同時交戦中に空対空で30目標、空対地で4目標の同時補足が可能とされ、空対空と空対地モードの同時使用も可能であるとされる。また、a e s アンテナを利用した ECM 機能や一匿通信機能を備えている。側面レーダーとの連帯により航空機の軸回りの 好位角において空中目標の追尾角度を最大プラスマイナス135度まで拡張可能である。制御には N036 イブスコンピューター及びプロセッサーが使用される。レーダーシステムはモジュール式で設計されており、後から追加機能を統合することができるほか既存のレーダーの乾燥用としても用いることが可能だとされる。素方位は スマイナ三3 5搭載のイールビスを将来的に本レーダーに換装することができるとしている。ABCDEF Air International Octobar 2013 P78 から81マキシンはアウトアットマックスハット ABJJWING 2015年5月号 AB ロシア ST-50 レーダーオールモストレディフーシリアルプロダクションハット a b スホイスターツテストオンパック FA S レーダーハットユブスは、ウナバースセルナやバイキスリトルナイアシステマの、頭文字で、汎用コンピューティングシステムという意味パック FA、T-50 テイク、オフフェブラリー 2013P282、シーファーストミーンズトゥウインスーイ、ビギンズテスティングオンボードレーダーシステム 4T-50 エアクラフト、ゼー、ファイゼー。ありがとうございます。